はい、4番でございます。佐渡伊藤酒店晩酌151A です。今夜も佐渡島からお送りしております。はい、本日2本目はもうやっぱり同じシャツで Yes we can 噛んで楽しみましょうということで、今日は6月14日が明けて15日になりましたが、あと3日4日すると19日のその日曜日に、梅雨空をあえ、梅雨空の梅雨の時期をあえて選んで、このクソ暑い時に、おかんと、あったかい料理ちゃんこで酒を楽しもうということで、外で飲み会をやります。週間天気予報を見ると日曜日19日の日曜日をなんとなくなんとか晴れマークがついておりまして、天気は大丈夫そうでありまして、1年で一番こう日の長い時に4時から始めて何時に終わるか分かりませんが、えらい楽しみにしております。はい、で今日はそのまあ練習ということではないですけども、ちょっと3本を飲み比べております。さっきと比べると、合わせると5本ぐらいになるのかな、全部でかな。佐渡の生酒、それから新潟の純米吟醸、それから鳥取の、4年冷やおろし、4年越しの冷やおろし、この辺を飲んどります。やっぱり、もうちょっと面倒くそうになって冷やでそのままやっとるわけですけど、まあこの佐渡の生酒にこの酒に関しては冷や冷てまま飲んだ方がいいんだろうし、新潟の純米吟醸でしたら、ちょっとぬるめの缶がいいのかなと。またこっちの4年冷やおろしとなるとそれよりももう少し温度を上げて上缶というんでしょうか、ちょうどいいくらいのお缶にして飲むといいのかなと思いながら、19日にはどんな酒を皆さんに提供しようかと考えております。はい、まあ焼酎もあるんですけども、まあこういうあちこちの酒を飲むと、まあやっぱり地域によって味の特徴つのがあるんじゃねえかと、そういう風になってきます。佐渡には佐渡の特徴があって、まあこの酒にはこの酒の特典特徴があって、ちょっと酸味の効いたような感じ、あっさりした感じ、華やかな、まあ、っていうかサイダーのようないい香りの匂いがする、そういう味、冷たいまんまの方がいいだろうな。こっちの純米吟醸は、まあ、新潟のなんだろう酒なんだけど、淡麗辛口というよりは、まあ、ほわーんとした感じのまろやかな、幅の広い味わいがある純米吟醸で、鳥取の冷やおろし、辛口で、まあ、男の酒と言われたいいところの酒なんですけど、さすがに4年も寝かせると非常にまろやかになって奥深い感じ、まあある人に言わせればこれはまあ傷んどるつか、まあちょっとひねとんじゃねえかなっていう人もおるかもしれませんが、まあ酒の味わいはその人それぞれの感じ方によっていろいろありますんで、まあいいんじゃねえかと。あとはまあ酒蔵のやっぱり個性、自分酒蔵の考え方、杜氏さんなり、蔵元さんなりの考え方で味は決まると思うもんですから、まあ佐渡の酒を、例えば鳥取の酒蔵に出せと言うても、佐渡の酒の味はやっぱり佐渡の酒でしか出さ酒蔵でしか出せんだと思いますし、鳥取の酒蔵のそのこの例えばこの冷やおろしの味を出せと佐渡の酒酒蔵、新潟の酒蔵に言うたところでやっぱり出すことはできんと思います。それがまあ地酒のいいとこなんじゃねえかなと。それぞれの土地でそれぞれの材料を使って水を使って、その土地の人がそれなりの何て言うんだろうな、自分とこのやり方で醸す味わいのある酒、それが地酒なんだと思います。まあ、今回のちゃんこは、まあ、その36年前になろたやつで、鶏肉をベースにしたやつちゃんこにする予定でありまして、これもまたタレが鰹節と醤油とネギと卵の黄身なんかを入れて、まあ、本当に簡単なんだけどうまい、
そういうやつなんですね。まあそこでしかできんというか、まあ相撲から来たもんだとは思うんですけど、本当に何を8年間やってきたかっていうと、そういうちゃんこを教わったようなだけのような気もせんでもないわけですけども、そのちゃんこと、地の酒、佐渡の酒と新潟県外の地の酒を、まあ楽しんでもらおうと思っております。16月19日の酒の会、また終わりましたらここで、結果の報告をしようかなと考えておりますんで、よろしくお願いします。はい、今日は、佐渡、新潟、鳥取の酒の、まあ、案内を口でしたところでしょうがねえんですけども、しょうがねえもんで、まあ、結果的には、まあ、毎回同じ終わり方かもしれんけど、その土地土地に合うたというか、その土地土地独特の酒造りがあって、酒の味があるという話をさせてもらいました。以上、佐渡伊藤酒店晩酌一期一会でした。